今日のテーマはこちらでございます福島の独特な風習ルールとはいろいろありますけどねいろいろあるんですけどもね今日はねあのメインテーマこの話からまずしたいと思います何か思い出すものありますおにぎりおにぎりはい。これって福島県限定の風習なんですかっていうのを聞きました皆さんこちらでございますはい福島では地方のことをホーブと言います 聞いたことありますえー初めてでした例えばあの方面じゃなくて、はい、川俣方部っていう言い方をするらしいです、えー、これね福島の独特な言い方で、はい、あの役場とか役所なんかではまだ使ってる人いるんじゃないかこれ関係さんこのまま教えてくれましたよね、はい、葬式の時に刃物を納棺する あれ違ったっけ個人が死ぬ方が男性だと髪剃り女性がハサミという、はい、ごめんなさいこれ初めてでしたこれね、はい、昔湯缶って言って、はい、ご遺体を、はい、あの水でこう洗う時にお湯で洗う時にですね、はい、その時にひげを剃ってそして女性は髪を切って湯缶するというその名残だそうなんですへえ<ー>でしょ、はい、そしてもう一つですこれって福島県限定の風習こちらでございますなんだろう薬土師には洗剤を配るこれね 福島の県北の辺りが中心だと思うんですが、はい、これも私びっくりしましたポテサラええって思うでしょう、はい、これちょっとうれしいあの複数あったから1通だけだったら採用しなかったです天気の話になると斎藤さんが「まるまる」って言っていたよという確かにあのね美容室とかに行ってもこの前斎藤さんがこう言ってたからねっていう声よく聞きます で外れてねとかね、それで落ちがつくわけなんです。でも嬉しいですね。こうやってね、十年やってきましたから。さあ、そしてですね、今日のテーマなんですけれども、ここからつなげていきます。こういう書き込みがあったんです。関東からいわきに引っ越してきて、おにぎりを温めるという習慣を知りました。ないんですよ、関東には。あ、あのコンビニとかでよく。はい。そんなセリフ聞いたことがなかったので、戸惑いましたということなんですけども。 コンビニで温めないと食べられない新しいですねおにぎりが昨日から発売されております今日はそちらの話題ですローソンが昨日から始めたのはおにぎりを冷凍して配送しそのまま販売する実証実験店舗のレンジで温めてすぐ食べることを想定しているそうですメリットは 長期間の保存が可能になることで在庫管理がしやすくなること、食品ロスの削減につながること、店舗に仕入れるための配送回数が減ること、トラック運転手の人手不足が懸念される2024年問題にも対応する狙いがあると。はいはい、おいっぱい買ってますね。気になってます。味のほうはもう、えー、十分に、えー、同等というか、もしかしたら冷凍の方が美味しいかもしれない。時間を止めるってことですから、できたての美味しさを味わっていただける。 でファミリーマートの方はですね、およそ15年ぶりに製造工場に新しい機械を導入して10月から販売する用品は商品は専門店の握りたておにぎりのようなよりふっくらした食感を目指すという,という、えー。コンビニおにぎり進化してますね。すごいですね。海外の方もこれ買いに行くそうですから、うん、コンビニのおにぎりあまりにも美味しくて、うん、というそういう話ですよね。うん、でその今言っていたトラックドライバー不足2024年問題っていうのは一体何なのかというと。 はい、えー、実は令和6年の4月から来年から時間外労働の上限が設けられますそうすると何が起きるのかというとやっぱりほら時間外が減るから収入が不足しますよねそうすると収入が足りなくなっちゃうとやめちゃうってことになっちゃいますよねドライバー不足になるすると物流量の減少が起きるということが起こりうるので、えー、冷凍のおにぎりを販売しようということなんですがその冷凍おにぎりです本当は今日買ってきたかったんだけどこれもう1枚でちょっと見せちゃってくださいいろんな種類があるんです。 でこの販売されている店なんですが、神武さん、はいはい、ちょっとこちら見てみましょうか。ローソンの冷店、冷凍おにぎり販売店舗、下ですね。はい、今実験販売中ってことですね。実験販売中です。はい、福島県、はい、下パーンしていただけますか。福島、福島、東京。あれ？あれ？これだけ？はい、まあ。東京は納得しますけれども、え、福島で？という話なんですよ。はい、さあ、これ一体どういうことなのかと言いますと。はいはいうん はい、なぜ福島でなのかとといいまますす、はい、こちらででございます福島では店頭でおにぎりを温めますかと聞かれる頻度が全国最多という調査結果を加えて選んだ当たり前に、ね、声かけてくださりますけどね <laughs> これがね、はい、いろいろ調べたらこういうデータも見つけたんですよ、はい、ネット調査をやられているところなんですが。はい ちょっと見にくいんだけど、はい、北海道が圧倒的におにぎり温めますか聞かれる率高いんだけど、はい、その次が東北地方なんですよ。で、はい、でもね県別で言うと、はい 必ず聞かれるたまに聞かれる率が96%で全国で一番になっている、えー、これ、なんか県民性というか、優しさというかか <laughs> なんですかねそうなんですかねで、ちなみにですね、じゃあ、皆さん温めて食べてるのかどうかというと、温めて食べてる方は26%、好き嫌いがありますからね、私もあの種類によっては結構、はい、あの温めてます。はい